シティポップの女王といえば、間違いなく思い浮かぶのが、歌手の杏里さん。アニメとともにギャッツアイで、国民的歌手として大ブレイクしましたが、最近ではあまりお見かけしなくなりました。大ブレイクしたこととは裏腹に、プライベートではいろいろあったようです。一緒に見ていきましょう。杏里さんの本名は川島英子さん。1961年8月31日生まれの現在60歳。神奈川県大和市の出身で、身長は168センチ。最終学歴は県立希望が丘高等学校を中退。杏里さんの家族は、両親と3人の兄の6人家族で、杏里さんは末っ子だったそうです。父親は土木業や生コン業を営んでいたそうで、黒部ダム建設や1964年の東京オリンピックで施設建築にも携わって、日本の高度経済成長期において、まさに最前線でそれを支えていたようです。また、大和市中央林間で温泉を掘り当てて、中央林間ハッピーランドという温浴施設を一時は経営していた実業家で、一代で財を成した頑固一徹な父親でもありました。というのも、まさにドラマ寺内貫太郎の主人公ばりに、食事中にちゃぶ台返しをよくしていたそうで、家族はその被害に遭わないようにするわけですが、大抵は末っ子の杏里さんが正面に座る羽目になり、ちゃぶ台返しの被害を受けていたそうです。それでも父親のことが大好きだった杏里さん。幼稚園の時に玄関で待ち伏せをして、北海道への出張に無理やりついていったそうです。そんな娘には弱いお父さんですが、実はもう一人男の子が欲しかったそうで、杏里さんが生まれた時に、女の子だと知って、がっかりして、生まれて1週間も病院に来なかったので、お母さんが心配して兄たちに連絡があったほど、おそらく自分のいくつもの事業の後継者が、もう一人欲しかったというところではないでしょうか。厳格でしたが、子供たちに深い愛情を注いで、家族からも慕われる父親という感じですね。アグレッシブに事業に邁進する姿を見て育ち、その DNA をしっかり受け継いだ杏里さん。そんな頑固一徹の父親の横には、常に寄り添う母の姿があったそうです。良妻賢母な母親像が想像できますね。残念ながら、3人の兄の情報はありませんでした。幼い頃からピアノを習っていた杏里さんは、高校は定時制だったこともあり、その頃はすでにモデル業をして、当時から歌がうまかったので、高校1年の時に歌手デビューの話があり、まだまだフォークやニューミュージックが盛んな時代に、実家の付近には米軍施設向けのラジオも聴けてましたから、洋楽の大ファンでもあった杏里さん。デビュー曲を任された尾崎亜美さんに、好きなアーティストを聞かれた杏里さんが、オリビア・ニュートン・ジョンと答えたことで、デビュー曲のタイトルが、オリビアを聴きながらに決まったそうです。1978年、高校2年で歌手デビューした杏里さん。驚くべきは、デビュー曲でいきなり、夏休みにロサンゼルスでレコーディングしたこと。彼女への期待のほどが十分に伺えたものの、当初、この曲はさほど注目されず、しばらくヒットに恵まれませんでしたが、1982年に CM とのタイアップの思い切りアメリカンがヒットすると、1983年にギャッツアイがオリコン1位を獲得して、一気に大ブレイクした杏里さん。最初はアニメの主題歌ということで、抵抗があったそうですが、自分を変えるきっかけになればと、そんな思いで歌った曲だったとか、1983年のアルバム「ビキニ」でも、門松俊樹さんの手によって誕生した、アップテンポで都会的な洗練されたイメージで、悲しみが止まらないも連続で大ヒットして、2曲揃ってベスト10入りを果たします。
これらに大ヒットシングルを収録した門松さんのフルプロデュースのアルバムタイムリーも見事オリコン1位の大ヒットとなり、第34回 NHK 紅白歌合戦にも初出場するという忘れることのできない一年となった杏里さん。その後も快進撃は止まらず、気ままにリフレクションやサマーキャンドルズ、スノーフレークの街角、ドルフィンリングなど数々のヒットを放って、1989年発売のアルバムサークルオブレインボーは第31回の日本レコード大賞でアルバム大賞を見事受賞。1991年ニュートラルは自身唯一のミリオンを達成するなど、シティポップの女王として不動の地位を築いた杏里さんですが、2000年にアメリカに移住してしまうのです。以前からの夢を実現しただけに見えるのですが、何か不自然にも感じて調べてみると見過ごすことができない事実があったのです。杏里さんのことをあれだけ可愛がっていた父親が急逝しているのです。理由はわからないのですが、とある情報によれば橋から身を投げて自ら命を絶ったと書かれており、とにかく非業の最後を遂げたらしいのです。最初に理由はわからないとは言いましたが、調べてみると2000年には経営していた温泉施設を手放していることから、実家の家業の経営で何らかの問題があった、そんな気がしてならないのです。ですがこの情報も確かとは言い切れず、父親が亡くなったこと以外は全く違う情報がまことしやかに流布されているだけかもしれませんが、しかしながらその悲しみを乗り越えるためにもアメリカへ移住する決断をしたのかもしれませんね。それもあって日本のメディアで姿を見る機会が激減してしまったのかもしれません。ところで結婚はされているのでしょうか。結論から言うと、過去に結婚されていました。杏里さんが結婚したのは1988年、サマーキャンドルズやスノーフレークの街角がヒットした頃のことでした。お相手は故山本寛斎さんの甥で、当時アパレル会社の社長だった岸田健さんでしたが、5年後の1993年に離婚しています。その離婚の原因が衝撃的で、なんと岸田さんの逮捕だったといいます。実は元夫の岸田健さんは過去にも詐欺容疑で複数の逮捕歴があり、結婚していた頃も事件を起こしていたそうで、離婚後はカプセルホテルやネカフェで生活する住所不定無職の人間になっていた元夫、懲りずに2016年にも詐欺容疑で逮捕され、その犯行理由を生活するための金欲しさだったと供述したとのこと。二人には子供もいなかったこともあって別れて正解だったということでしょう。杏里さんはその後再婚したのでしょうか。2000年の洋楽カバーアルバムのプロデューサーを依頼したことがきっかけで、世界的ギタリストのリー・リトナー氏と交際を始めて、2005年に婚約を発表しましたが、2008年に残念ながら公式サイト上で婚約を破棄したことを知らせています。それ以降はそんな話はないようです。最近の杏里さんはというと、すでに20年以上もロサンゼルスで暮らしながら、日本でもライブ活動もこなされているようです。2022年の元日にはグランドプリンスホテル新高輪のニューイヤープレミアムショーへも出演していますし、夏からも杏里ライブ2022ウェーブで全国を股にかけてその声を響かせています。しかしそんな杏里さんのもとへ大好きだったオリビア・ニュートン・ジョンさんが乳がんで他界したという知らせが届いたのです。デビュー曲オリビアを聴きながらのモデルだった彼女の突然の訃報に、私にとっての大切な宝物光を失ってしまいました、あなたがいたからこの作品オリビアを聴きながらが生まれ今の私がありますと
追悼のコメントに感謝を込めたといいます。また一人大切な人を失ってしまったアンリさん、しかしその悲しみを乗り越えてさらに成長し続ける伝説の歌姫となるだろう、そう信じてやみません。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？アンリさん、栄光と挫折の人生でしたが、いつも前を向くあなたの生き様に思い切りリスペクトしかありません。これからの活躍を陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。